どうも宮崎県住みます芸人ガメ恐竜です、はい、さあ今回の市町村長歌自慢町自慢はですね、はい、ここ西メラ村に来ております。こんにちは西メラの皆さん見る限りもね、自然がたくさんありますよね。川めっちゃ綺麗だもん。川見てください、癒される。あの西メラって、うん、西米よしって書くじゃないですか、うん、宮崎の西で一番初めにお米ができた土地とも言われてるんですよ。あ、そうなの。いい米ができたと。あ、で、はい、西で採れたいい米ってこと、はい、ほらでーす。嘘かい。嘘です。やめろ。すみませんでした。え、何かいますけど。なんか見える。ちょっと、なんやろ、呼んでる呼んでる。こっちこっちで言ってる。こっちですか。こっち入れってことかな。あ、ここだ。こんにちは。こんにちは。西村役場の方だ。あ、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、本日町自慢をしてくださるのは、はい、西村村の村創生課の皆さんです。ありがとうございます。こちらの方が村長ですかね。村長ではなく、カリコ坊主と言います。カリコ坊主？カリコ坊主って何ですか？カリコ坊主は自然を守ってくれる精霊です、春の彼岸から秋の彼岸までは川に住み、川を守る水神様に、秋の彼岸から翌年の春の彼岸までは山に住み、山を守る山神様になります。山の尾根筋を走るのが好きで、屋根の筋に家を建てると家をガタガタ揺すったり、お風呂の蓋を開けっぱなしにしているとお風呂の水を汚したりします。守ってるのにちょっといたずら好きというかお茶目な部分もあると。好きな部分もあるんですね、はい。村の人は小さい子供からおじいちゃんおばあちゃんまでカリコ坊主の存在を信じていて、彼岸の頃に強い風が吹くとカリコ坊主が通り寄るって言って話をします。ちなみにカリコ坊主は心の綺麗な人にしか見えません。これちょっとスタジオの皆さん誰か見えてない人いません？大丈夫ですか？はい、他にもこう西メラ村の、まあ、こういいところ、まあ、町自慢みたいなしていただきたいんですけれども、はい、カリコ坊主と千人が笑う村ということで、はい、今人口が約1000人なんですね、はい、で宮崎県内一人口が少ないって言われてるんですけど、はい、近いイノシシは人口の倍以上いると、なんでかっていうと、はい、面積の 96% が山。山や、まあ、それだからこそ、はい、美味しいものもたくさんあるんです。今からの時期ですと、はい、この青柚子ですね。この柚子が、うん、12月とかになると木柚子になってくるんですね。で当時柚子とかして、はい、あの温泉もありまして、はい、当時の柚子風呂がなるほどあります。倍以上いると言われていた、はい、ジビエ、やっぱり被害がひどいんですね、はい、あの食べたりなんだりするので畑荒らしたり、はいはい、それを漁で取って、うん、命を粗末にしないようにということで、うん、西メラジビエとして提供をしております、はい、今これ写真は、うん、ジビエ料理にしているものなんですけど、はい、イノシシカレーとか、うん、鍋もありますし、うん、チキンも鹿にしている、うん、めっちゃ気になる。あとこれが、はい、イノシシ肉と鹿肉を混ぜて、はいはい、もみじボタンコロッケにしてます、はい、ジビエって鹿は特に、うん、高タンパク質低カロリー、はい、鉄分豊富なんですよ。じゃあもうそれマッチョ全員食べるべきじゃないですか。そうですそうです。マッチョ飲み方アスリート食として注目されていまして、もうぜひ食べてください。2月中旬から3月下旬までは西メラジビエフェアということで、はい、これらの料理がフェア特別価格で食べられます、はい、ぜひジビエフェア、西メラジビエフェアです。食べてください。ちっちゃい頃から西メラ、生まれも育ちも西メラさんで、どうですか、そうちっちゃい頃からずっとこの場所で育って周りの人があったかいのが当たり前だと思って育ってたので、なるほど。ちょっと宮崎市内に住んでた時に、はい、あ、なんで周りの人冷たいっちゃうのか冷たくないよね。冷たくない。皆さん、宮崎県はやっぱ県外から来た人はみんなあったかいって言うんですよ。それよりもすっげえあったかい町だから、ここがいや、よっぽどじゃあいいとこなんですね。そう、まあ、住んでみたいな。すごいいいとこですね、はい、うん皆さんぜひね遊びに来てほしいですね、はい、今回は町自慢、はい、歌自慢ということなんですけれども、はい、どなたが歌ってくださるんでしょうか。はい、今日歌う方はこちらです、はい、
村長が、はい、剣道されてるってことですか？はい、そうです。これなんで皆さん剣道なんで皆さん剣道をここで西村さんは剣道の村ですので、はい、剣道が尊儀になってます。尊儀、はい、村の技と書いて尊儀、はい、西村さんは私が、はい、メラ連進館の館長をやっております。マイクが本当にしないに見えました。最後やろ、最後収めるところ。こうめちゃくちゃかっこよかったです。なんで四万中の宝なのかなと思ってたんですけど、はい、もうまさにこれ西メラン中の宝。そうですよ、本当に、ね、メラン中の宝で歌っていただいたかったんですけど。メラン中の宝、メラン中の宝。確かにそうですよ、もう言ったら宝がありすぎて。でもホラガイもすごかったよ。いやすごい、もうめちゃくちゃホラガイの圧力すごくて。圧力ってない、音圧が音圧がもうファフォーねできないですもん僕。達人のホラガイ一回この戦前みたいな、はい、気持ちいいなファフォーめっちゃ気持ちいい。終わった後また教えてください改めてなんですけれども、はいはいはい、村長が思うメランチュの宝って、はい、どんなものを思い浮かべますか？はい、ご存知の通り自治体として一番小さな村なんですけれども、うん、そういう中で、カリコ坊主と仙人がわら村ということで、やはり、メランチュ その人が、はい、財産なんですよ、うん、でそういう中で、まあ、川中の宝でもそして山中の宝でも山中の宝についてはやっぱりメラ三山という山があって、はいはい、そこを、まあ、活用したスカイトレイルランニングであるとか、うん、登山であるとかそういうのを生かしながら、そして川はもう今多分清流で、うん、アユかけのお客様はたくさん見られてるんですけど、はい、そういう魚アユとかですね、また西村サーモンとかも美味しい魚がございます。やっぱりそういうところがやっぱり、はい、そういうところがいいところかなと思います、はい、さあということで皆さんぜひ西村村へ来てくれー。